じゃあ初日6レース走られます地元の北鶴選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今年、まあ、この競輪差最後の G1 になりますけども、はい、この1年ですねちょっと振り返っていただきたいんですけどもどうでしょうか。そうですね、もう夏以降からちょっといまいちな感じで、はい、過ごしてます。まあ、実際成績自体は後半戦の方がまたはいいんじゃないかなと思いますけども、はい、体調面とかでもちょっと気にされてましたけどもどうでしょうか。そうですね、ちょっと体調も、まあ、なんかいろいろ悪いところが出てるので、まあ、あのなかなか直したいですけどちょっと直すちょっと時間が今ないので、まあ、あの時間が取れたらしっかり直したいと思ってます。でも平塚の方はちょっと疲れがあったという形になりましたけども、はい、まあ、ここ中もいい感じになりましたけどもどういうふうにここに取り込まれたでしょうか。そうですね、あの平塚の前にあの結構しっかり練習してたので、まあ、あの練習量を、まあ、いつも通りに戻して1週間過ごしてで1日調整入れてここに来ました。状態としてはどうですかね。状態としてはまあまあ、今日しっかり休めば、まあ、明日あたりはいいのかなと思います。はい、でここ小倉は地元ということで競輪祭は何回も決勝に乗っている G1 になると思いますけども、はい、大会の相性や、まあ、バンクはどうですか。そうですね、まあ、相性はまあ悪くはないと思うんで、はい、まあ、あの地元なんで、まあ、そこを特権生かして頑張っていきたいなと思ってます。はい、明日は九州はお一人で、まあ、桑原さんがつくかなと思うんですけども、はい、お会いはされてますか、ね、あ、まだあのお会いしてないんで、はい、また後から挨拶したいと思います。どういったレースをしたいっていうのはありますか。いや、ちょっとこれからしっかりあのメンバーしっかり見て、まあ、あの考えたいなと思ってます。わかりました。では、6日間ご走ですね、最後に意気込みをよろしくお願いします。あの全力で頑張りますんで応援よろしくお願いします。